こんにちは、痛みの窓口、丸目接骨院の丸目です。今回の動画でですね、コレステロールについてお伝えさせていただきたいと思います。まあ、コレステロールと聞くとですね、コレステロールってなんか悪者みたいなね、イメージを持たれている方が多いかと思うんですが、今回ですね、そのコレステロールって悪者なのっていう形のね、テーマについてお伝えさせていただきたいと思います。でそもそも、コレステロールっていうものなんですけれども、油の、一種になるんですけれども、例えば中性脂肪であるとか、脂肪酸であるとか、リン脂質であるとか、そういった、油ですね、そういった中のグループの、一つにコレステロールっていうものがあるわけなんですね。でこのコレステロールの、そもそもの役割っていうものは、どういったものなのかというとですね、ここに書いてるとですね、まず、コレステロールというのはですね、この細胞膜ですね、細胞がありますけども、この細胞の周りを形作っている膜があるんですけども、この細胞膜をですね、これ作る材料になります。ですので、これ非常に大事なものになるわけなんですね。でそれから人間にはですね、ホルモンというものが作られてますけども、このホルモンをね、作る時の材料にもなります。それから、胆汁酸ですね。肝臓でね、胆汁というものがね、作られてますけど、その中身の成分のほとんどが胆汁酸と呼ばれるものですけども、これはですね、脂肪を消化したりですとか、吸収したりですとか、そういったものに使われるものなんですね。ですので、これ非常にですね、このコレステロールっていうのは、体にとってなくてはならないものなわけなんですね。これぐらいすごく大切なものになります。よくですね、コレステロールというとですね、悪玉コレステロールですとか、善玉コレステロールですとか、聞くと思うんですけどね、その悪玉コレステロールって言われているものが、この LDL コレステロールって言われているものですね。で、善玉って言われているものが、HDL コレステロールになるかと思うんですが、このですね、役割ですね、この LDL コレステロールの役割なんですけれども、これはですね、必要なコレステロールをですね、血液に乗ってですね、あらゆる組織にですね、運ぶ役割をしています。運ぶ役割ですね。これが LDL コレステロールなんですね。そして、この善玉の HDL コレステロールですけども、これは余った余分なね、コレステロールを回収して、肝臓の方にですね、また、戻す、運ぶ、こういう役割をしているのが HDL コレステロールなわけなんですね。ですので、この LDL コレステロールとこの HDL コレステロール このバランスっていうのがすごく大事になってくるんですけども、ですので、この LDL コレステロールよくね、悪玉って言われてますけど、全然悪玉でも何でもないわけなんですね。これは非常に大事なもので、それだけ体が必要なわけで、運んでいるわけなので、別に悪くはないわけなんですね。で、またですね、この全体のですね、体内のあるね、コレステロール、比率なんですけども、実は食事から取ってる量ですね、全体の 20% から 30% というふうに言われています。じゃあ残りの 70% から 80% まではどうなっているのかというと、肝臓で実は作られているわけなんですね。肝臓で作られています。結構な量作られているわけなんですね。ですので、食事量で例えば 2割ね、取ったとすると、肝臓では8割作られる。食事で3割取ってると、肝臓で7割作られる。こんな関係性があるわけなんですね。つまり、コレステロールを作る総量というのは変わらないわけなんですね。ですので、食事の量でですね、このコレステロールの分が少ないと、その分、肝臓でいっぱい作られるということなんですね。逆の言い方すると、油を取る量が少ないと、肝臓にすごい負担かけるというような考え方もできます。これは生理学で考えると、これはこういうね、形になってますので、そういうふうなことが言えるわけなんですね。じゃあ、何が問題なのかっていうことなんですけども、実はですね、この問題になってくるのが、
これね、書きましたけれども、大きく3つになります。3つですね。まずですね、質の悪い油ですね。まあ、自然界に存在しないような油。例えば、マーガリンですとか、まあ、ショートニングとか、トランス脂肪酸ですね。まあ、こういった油を取ることによって、体にすごく悪影響を及ぼすんですよ、ということがまず1点ですね。で、それから、糖質ですね。糖質。この糖質をすることによって、かなり体に悪影響を及ぼします。まあ、これ糖質をね、取ることによって、何が起こるかっていうと、まずですね、腸内環境が乱れます。そして中性脂肪が増えてきます。で、この糖質を取ることによって、もちろん糖化ですとか、それから酸化ですね。酸化が起こります。腸内環境がね、乱れることによってね。で、その、この LDL コレステロールがありますけども、これの小粒子 LDL っていうものがあるんですね。この LDL でもこう、かなりちっちゃい LDL なんですけども、まあ、それがですね、糖化とか酸化ストレスに弱いわけなんですね。まあ、それが酸化、糖化することによって、その小粒子の LDL っていうのが血管の中に入り込んでですね、どん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 このコレステロールを蓄積して溜め込んでいくわけなんですね。で、それがあまりに蓄積されて増えてくるとどうなるかというと、動脈硬化を助長するということになってくるわけなんですね。ですので、この糖質を取ってるっていうのがすごくこれ悪いわけなんですね。で、それから、油のね、摂取が極端に少ないっていうことですね。まあ、コレステロールを気にしすぎて、油をね、なるべく控えるとかね、いう方がいらっしゃるかと思うんですけども、これ取らないことでですね、これ逆にリスクが起こるんですね。まあ、どういうことかというと、まあ、ここでもね、全体的な総量は変わりませんよ、ね。食事の量からですね、油分が少ないと肝臓でいっぱい作られますという話をしましたけども、これ肝臓でですね、コレステロールを作る際にですね、どうしてもですね、この時に活性酸素っていうものが発生します。活性酸素がね。活性酸素っていうのは酸化させますから、やっぱり油分が少ないと活性酸素が増えて酸化ストレスによって、まあ、小粒子 LDL が酸化ストレスを受けて、動脈硬化を助長していくというような形になるわけなんですね。ですので、油はね、もちろん良質な油っていうのは前提ですけども、しっかり取るということが非常に大事になります。まあ、その中でも油でもですね、まあ、オメガ3とかね、オメガ6、オメガ9とかありますけども、まあ、特に、まあ、加熱料理する際ですね、加熱料理する際っていうのは、まあ、3とか6っていうのはやっぱ弱いんですね。ですので、まあ、オメガ9のね、例えば、オリーブオイルですね。まあ、炒め物するときね、加熱料理するときは、まあ、オリーブオイルを使うと。で、オメガ6とかオメガ3ね、ときは、っていう名前でね、取るっていうのがすごく大事になってきます。まあ、その中でも我々もね、最近はやっぱ炎症性疾患が多いですので、まあ、オメガ6。まあ、例えば、コーン油ですとかですね、植物油ですね。まあ、こういうのをちょっと控えましょうって言われてるんですけども、まあ、そういった形で、まあ、油をね、特に、取る油をちゃんと選択してですね、まあ、加熱するときは、オリーブオイルとかね、そういうオメガ、9の方ですね。まあ、そういうのを、まあ、使うというようなとこ、工夫がですね、すごく大事になってきます。今回の動画は以上になります。コレステロール、全然悪者ではないです。まあ、前提として、良質な油を取るっていうことが大事になってきます。まあ、今回のね、この伝えた内容ですね、実際ですね、生活の中でですね、取り入れていただければな、というふうに思います。